共同通信会館は東京都港区虎の門2丁目にある商業ビル GHQ の命令による同盟通信社解散分裂を経て市政会館内に事務所を置いていた共同通信社が1963年1月16日に第1回新社屋会社設立準備委員会を立ち上げ同年2月2日新社屋の払い下げ土地 建物の所有権を取得し、4月1日に事業会社である株式会社共同通信会館を設立。1965年3月12日、共同通信会館上等式。同年11月18日に低組織が行われる。1966年3月27日、現地に本社ビルとして建築し、市政会館から移転。2003年7月、 塩止メディアタワーが竣工し、東京本社のほとんどの機能が移転し、2005年にオフィスビルとしてリニューアルした。築50年を経て老朽化が進み、隣接地にあった旧国立印刷局本局、虎ノ門工場、旧虎ノ門病院の敷地と合わせて再開発されることになった。まず2014年、国立印刷局本局が共同通信会館7.8階に移転し、 印刷局本局庁舎、虎ノ門工場施設の解体に着手。解体は1年余りで完了した。続けて2016年、印刷局跡地で、虎ノ門病院新院の建設が始められた。虎ノ門病院新院は2018年5月に上等し、2019年5月1日に移転。休院建屋は開院後に解体され、地上38階建ての業務棟と2階建ての アネックス棟と呼ばれるビルが建設中である。この業務棟が2代目の共同通信会館となる。2022年度に業務棟が完成した後、国立印刷局本局を含めた現入居テナントは業務棟に移転。現、共同通信会館は解体され、跡地は隣の住友不動産虎のモンタワー前へと一体化した広場となる予定である。ありがとうございます。